皆様こんにちは。今回はね、第9章のメインコンテンツである、歪んだ次元やっていこうと思います。で、まだね、きっちり解析されたデータや、攻略情報なんかも非常に少ない状態ですので、正確なことはね、分かってはいないんですけれども、とりあえず、ストーリーのハードもクリアできましたので、ざっくり紹介していこうかなというふうに思います。現状ね、私が思いつく、最適メンバーでの編成には、ほど遠い編成になってしまっているんですが、無課金のね、サバーカを引き連れての6人編成でも、手動であればね、十分に攻略ができましたので、クリアできないよという方はね、参考程度にご覧いただけたらなというふうに思います。で、ざっくりね、結論から行くと、エフェクトの入る攻撃が2回続けて発生するというのが一つのね、敵の行動のサイクルになっているんですけれども、1回目の攻撃は、断続的なバフ解除と引き寄せプラス最後に、ダウンがね発生しますので、ダウン後はすぐに、バフ解除を行って、2個目のね全体攻撃スキルに備えて、回復をするといった流れが、攻略としては正しい手順じゃないかなというふうに思います。で、ちなみに1回目の攻撃の最中にね、状態異常無効のスキルを使用しても、すぐにかき消されて意味がなくなってしまいますので、その点はね、注意していただけたらなというふうに思います。で、私のね、体感的なお話でいくと、最適メンバーはそうだな、ロマン、ユノ、レピ、ルシアスが最適メンバーじゃないかなと思うんですが、パーティー構成的にはね、タンク2体、サブディーラー、ディーラーがそれぞれ1体で、ヒーラー3体がベストかなというふうに思っています。このタンクをね、2体入れる理由なんですが、このボス CC が非常に有効なんですね。なので使用する、ディーラーのね、 CC が心もとない場合なんかは、タンクがね、きっちり CC を決めていくと安定するかなと思います。で、見た感じね、敵の攻撃に、速度減少効果がかかっているようなので、タンクのね、 CC が遅いなというふうに感じた場合は、タンクをね、1体にして別途 CC キャラを入れるといった工夫をされてもいいのかなというふうに思います。話がね、変わっちゃうんですけど、裏でね、いや、表かな。大型のね、MMORPG のサービス開始が始まったので、若干、金スレにとっては痛手だろうなと思っていたんですが、この9章、ストーリーも含めてね、なかなか面白かったので、金スレもやるなという印象をね、改めて持ちました。今後のね、展開にも期待したいなというふうに、今は思っています。で、コメントなんかではね、ちょくちょくお話をしているんですが、金スレの情報って、非常にやっぱ限られているので、私の動画がね、一つの、情報交換の場になればいいなと、常々思って私は動画を撮影しているんですけれども、この動画のね、コメント欄に、こういった編成良かったよとか、このスキルこうやって対応するといいよみたいなね、情報をお持ちの方はもう積極的にね、コメントをしていただけたら、見ているね、方にも、参考になると思っていますので、どしどしコメントをいただければなというふうに思います。このメンツでもクリアできるなら大体いけんじゃねえかなね。サブアカにきっちり装備が出てきて、メインアカはしょぼしょぼとね、いつものことなので、気にしない。で、以前からね、時折使用しているサブアカについて、一度もお見せしたことがなかったので、今回使ったメンバーね、ネイラ、オプション厳選なんかも割と中途半端なんですけど、火力装備でね、十分耐えてましたので、運用としては、十分いける、難易度じゃないかなと思います。で、レピーもな、専用装備もなければ宝物もなく、そして、オプションの厳選もね、全くしていない状態のレピーでも、生還できたというような状態です。もうちょっとなんかあるだろうと思うんですけどね。そこまで正直サーバー化は、こだわっていません。ライアスに関しても、ざっくりこのぐらいの全然厳選どころか、ある装備つけて持ってったぐらいの感じになっちゃってるんですけども、このぐらいでもね、逆に言えば攻略ができるので、参考までにね、見ていただけたらなというふうに思います。で、あとは、そうだな、ストーリーの方はね、なんとか無事、攻略がサブアカの方も終わって、といったところです。あとは、
チェイスかな。これなんでメインもサブもチェイス育ててんのって言われそうなんですけどね。もうこれはね、ガチャで出たんで仕方がない。うん。まあ、やっぱりチェイスね、強いです。あの、状態異常無効はね、割とキャラが少ない人にとっては非常に有効かなと思います。で、クリシャはね、ランチ系でむちゃくちゃ出て、まあ、ヤンヌはね、ドラゴンレイド、今みたいに一人で回れなかった時用にヤンヌ育ててます。まあ、物理がどちらかというと中心ですね。あとは、まあ、ちらほら専用武器、が出ているキャラクターがいますが、まあ、超越が全く追いついていないので、一応今のところはね、12体かな、が超越5までなんとか来たかなというようなところです。うん。こんなところですね、今回は以上となります。またね、もしサーバー化の情報が知りたいよとか無課金の方での攻略どうやってんのとかっていうのがあればまたコメントにねいただければ、参考になる動画が作れそうであれば、作ってみようかなというふうに思います。ではでは。